にちは、ドクトレーナーのヨマンです。今回はポメラニアンという犬種について紹介をしていきたいと思います。ポメラニアンといえばもう小さくてふわふわしていて可愛らしいっていうイメージがすごい強いと思うんですけど、そのワンちゃんのイメージだけでワンちゃんを迎えてしまうと、やっぱりお迎えしてから大変だったってしつけだったりとかお世話で悩んでしまう飼い主さんがすごい多いんですよね。なのでポメラニアンの特徴だったりとか迎える上で気をつけてほしいポイント、そういったところを詳しく話をしていくので最後までご覧ください。そして動画の後半では実際に飼い主さんにインタビューをしていくんですが、今回は3頭飼っているポメラニアンの飼い主さんにインタビューをすることになったので、ぜひそちらも参考にしてみてください。それでは行ってみましょう。まずはポメラニアンの基本的な情報から話をしていきたいと思います。ポメラニアンの平均体高は20センチ、平均体重は3キロの小型犬に分類されるワンちゃんなんですが、実は先祖はサモエドという大型犬で、ソリーノをやったりとか民族のダンを取るために活躍していた大型犬と言われてます。なのでポメラニアンのあのふわふわっとした綿飴のようなルックスっていうのは先祖がサモエドだからってところが引き継がれているみたいです。で、実はポメラニアンって顔のタイプが2種類あると言われていて、キツネタイプとタヌキタイプ、この2種類があると言われてます。キツネタイプっていうのは鼻とか手足が結構スラッとした体型の子が多いんですけど、タヌキタイプに関してはどっちかっていうとこうずんぐりむっくりで手足が短かったりとか鼻を短め、そして目がクリッとしている子が多いので、最近はタヌキタイプのポメラニアンを選ぶ飼い主さんがすごい多いんですよね。なので特に女性だったりとかお子さん連れからも非常に人気の高い犬種になってます。ポメラニアンの性格なんですが、忠誠心が高くて家族思いな性格をしている子がすごい多いです。で、特にポメラニアンの場合は抱っこだったりとか飼い主さんの膝の上が大好きな子がすごい多いので、飼い主さんとの距離がすごい近いワンちゃんなんですよね。なので散歩だったりとか遊びに関してもやっぱり他の人とか他のワンちゃんよりも、もう飼い主さんと遊ぶのが楽しいっていう本当に気持ちを表すタイプの子なので、やっぱりこうワンちゃんを思いっきり可愛がってあげたい、ワンちゃんと楽しい時間を過ごしたいっていう方にはぴったりのワンちゃんだと思います。で、ポメラニアンをお迎えする際の費用についてなんですが、ペットショップは20万円ぐらい、ブリーダーさんだと25万円ぐらいからでお迎えいただけるところが多いです。ただポメラニアンってすごい人気な犬種なので、やっぱり扱ってらっしゃるお店がすごい多いんですよね。なのでワンちゃんをお迎えする前にはその子がちゃんと健康状態が良好なのかっていうのをしっかり話を聞くようにしてあげてください。ポイントとしてはワンちゃんが過ごしている環境が清潔なのか、そしてその子自身ちゃんと健康診断をやっているのか、そしてその子の両親犬が遺伝子検査をやっていてその子たちがちゃんとクリアな子たちなのか、そういったところまで話を聞いておくとお迎えしてからもワンちゃんと長い時間を過ごせると思うので、そういったところもしっかり話を聞くようにしてあげてください。そして次はポメラニアンをお迎えする前にしてほしいことについても話をしていきたいと思います。で、まず一つ目がお手入れや環境についてです。ポメラニアンってご存知の通り非常にふわふわっとしたルックスが可愛らしいと思うんですけど、それゆえに非常に毛量が多いワンちゃんなので、ブラッシングをしっかりやってあげるようにしてあげてください。ブラッシングをサボってしまうと毛玉ができてしまって、そこに匂いや汚れが発生してしまうと皮膚の病気につながってしまったりとか、ワンちゃんがずっと体が痒いっていう状態になってしまうので、そうならないようにブラッシングとは定期的にするようにしてあげてください。で、他にもポメラニアンってその毛量の多さから目が毛に入ってしまって涙が多く出てしまって涙毛になってしまう子もすごい多いんですよね。なので定期的にお湯で濡らしたコットンで目の周りを拭いてあげたりとか、あとは顔周りの毛だけちょっと短くカットしてあげたりすると、そういったことも防げると思うので、そういった配慮もするようにしてあげてください。で、あと環境についてなんですが、ポメラニアンって結構遊び好きで結構活発な子がすごい多いんですけど、ポメラニアン自身は手足がすごい細いので、骨折だったりとかパテラになる子が非常に多いんですよね。なのでワンちゃんをお迎えするときには事前にお家の中はフローリングではなくてなるべくマットを敷いてあげたりとか、滑らない環境をしっかり作るようにしてあげてください。で、室内ではもちろんそういった環境で遊んであげてほしいんですけど、外に出すときもなるべく芝生だったりとか土の上とか、なるべくクッションが効いて膝に負担がかからないような環境で遊んであげると、そういったことも心配がないと思うので、ワンちゃんと過ごす場所っていうのをしっかり意識してあげるといいんじゃないかなって思います。で、2つ目が先祖返りの影響が非常に強いワンちゃんです。っていうのも先ほども言ったように先祖がもともとサモエドっていう大型犬だったんですが、サモエドを小型化するにつれていろんな犬種と交配して体を小さくしてきたって歴史があるので、ワンちゃん一頭一頭によっての個体差が非常に多いんですよね。なのでさっき平均体重は3キロぐらいと話したんですけど、中には10キロぐらいまで成長するポメラニアもいるので、その子その子に合わせた生活だったりとかお世話の仕方が大事になってきます。例えば3キロしかないのに何十キロもあるような大型犬に立ち向かっていくような本当負けん気が強いワンちゃんもいますし、逆に10キロもある大きいサイズなんだけどちょっとの音でもビビってしまうようなビビりなワンちゃんもいるんですよね。ただ本当に性格ってその子によって全然違うし、やっぱりこう過ごしてきた時間も影響があると思うんですけど、一つ参考にできるとしたらその子たちの両親犬がどういう性格なのかって聞いておくと話にできるんじゃないかなと思います。例えばその子の見学に行った時に両親犬と触れ合わせてもらったりとか、どういう性格をしているのかっていう話を聞かせてもらえると、ある程度その子がどういう風に成長してこういう風な性格になるのかイメージも湧きやすいと思うので、そういう時はお店の人にそういう話もするようにしてみてください。
後はお迎えしてからやってほしいことについても話をしていきたいと思います。やってほしいこととしてはもうしつけですね。ポメラニアンってもう繊細で警戒心が強いっていう一面を持っているので、しつけを間違えてしまうとやっぱりこう髪とか吠えが出てしまうことが非常に多いワンちゃんです。で、最初にも言ったようにカイさんとのパーソナルスペース距離が非常に近いワンちゃんなので、それゆえに飼い主さんに依存してしまったりとか要求吠え要求髪が強く出やすいってところがあるので、しっかりメリハリを持ったしつけをするようにしてあげてください。ポメラニアンみたいに繊細で警戒心が強いっていうワンちゃんは子犬の頃の社会化が本当に大事になってきます。なので生後3ヶ月ぐらいからはもう抱っこ散歩でどんどんワンちゃんとお散歩に連れてってあげて外の世界に慣らすようにしてあげてください。でワクチンが終われば外に出せると思うんですけど、その時もいきなり例えば他のワンちゃんとか他の人がたくさんいる広い公園に行くとかではなくて、もう最初は玄関だったりとかもう近くの道公園とかそんな風にスモールステップでちょっとずつこうワンちゃんと出かける場所を広げてあげるといいんじゃないかなと思います。いきなり広い公園とかそういったたくさんのワンちゃんや人が集まってる場所に行ってしまうと鋭敏化といって逆に不安や恐怖を感じてしまいやすくなってしまうので、最初は本当に小さいところからちょっとずつやるようにしてあげてください。そして散歩の目安時間としては1回20分から30分ぐらいを1日2回が最低の時間になってくるんですが、同じコースばっかり散歩に行ってるとその道も慣れてしまってワンちゃん自身も刺激がなくなってしまうんですね。なのでなるべく散歩のコースは毎日変えてあげて、なるべく毎日刺激がある楽しい散歩をするようにしてあげてください。そうするとそういった吠えだったり噛み手も抑えられると思うので、そういう散歩を意識してみましょう。あとはしつけ以外のところで言うと室内での環境作りも大事になってきます。さっきも言ったようにワンちゃん自身はすごい骨が細くて骨折や怪我がしやすいっていう特徴があるので、なるべく室内ではフローリングではなくてマットをしっかり敷いて安全な環境でワンちゃんと楽しく過ごすようにしてあげてください。そしてここまでポメラニアの基本的な情報について話をさせてもらったところで、早速飼い主さんの元へインタビューしていきたいと思います。今回インタビューさせてもらうポメラニアンがシーちゃん、ルーちゃん、チトちゃん、この3種類のワンちゃんになります。それぞれのワンちゃんの違いだったりとか飼い主さんが普段どういう風にお世話をしているのか注意点だったりとか詳しく話を聞いていこうと思うので、ぜひ最後までご覧ください。それではインタビューへ行ってみましょう。3頭ポメいて率直に大変なことってあります？一番大変なこと。家帰ったらみんな吠えるとか、ピンポンとか、はい、とか、まあ、誰かがガチャってやったらみんなしてワン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 ってなっちゃうのはやっぱり正直あるんで、はい、あとはこの子が人間のご飯もちょっと食べちゃったりとかするんで、あー盗み食い、盗み食いがあるんで、でも本当それくらいですね。チトちゃんは今骨折、そうなんです、チトちゃんちょっと骨折しちゃいまして、しゃってるっておっしゃってましたけど、はい、結構パティの時期は、はい、元気なんですか？そうですね、まあ、遊びたい遊びたいになっちゃってこんな感じで、あすごい、ね、これはなんか人間の背中、人間が床に寝てたんですよ。でその背中に乗って甘えてて、そこから転げ落ちて、それでポキッとね、あらだから別にそんな高さないところだったんですけど、それでも折れちゃったんで、着地に失敗すると折れる。結構骨が細いね、骨折がやっぱり多い犬種と言われてます、ね、そうですね、本当にやっぱレントゲン見ても骨細いですし、よく知り合いのポメちゃんって骨2本あるんですけど、足って両方折れちゃったりとかしてる子もいて、気をつけても折れちゃうことがあるので、そこだけはちょっと心配ですね。ほんとじゃあ十分に気をつけすぎるぐらいがちょうどいいっていう、うん、そうですね、はい。それこそあれですけど、お家の中ではもうなるべくそういう、こう環境はもう整えてるんですか？まあ、換気、そうですね、まあ、滑らないような床にはしてますし、結構ね痛々しいですよね、やっぱ子犬の時は。そうでも折れてからもう2週間目くらいで、あの骨の再生がちゃんと始まって、もう今もだいぶくっついてきてる感じなので、あとこのまま動かさなければもう 1,2 ヶ月で治りそうなんで、よかったですね、はい。3頭すごいですね、なかなかいないですよね3頭。あでもポメは結構いますよ。あそうなんですか？はい、そうなんです。本当ポメ飼ってる人って本当ポメが大好きなんで、もう人ん家のポメでも可愛いんですよ。なので、まあ、なんだろう、仲良くなりやすいし、もう新しいポメも飼いたくなりやすいんだと思います。赤ちゃんの時と幼少期と大人になった時でみんな顔が違うので、それもまた面白くて可愛くて、よくあのお猿気あそうですあるっていうじゃないですか、はい。この子はめっちゃ猿気ありました。ありました、はい。もう今もちょっとなんか猿気っぽいんですけどやっぱそのじゃあ子犬の時期と大人になった時の変化がすごい大きいから、その成長の過程も楽しめる、はい、楽しいんです、はい。なんかもう全然あの猿気になると可愛くなくなったりするんですけど、それがまた可愛いというか、あ逆にブサカワみたいな、そうそうそう
コメのまあ顔もそうですけど、やっぱこう、はい、ふわふわな毛並みがやっぱり可愛いってよく言われるじゃないですか、チャームポイントみたいな、はい、でこの子たちすごい毛並みいいですけど、はい、なんか特別気をつけてることとかありますか？フードは結構気をつけてます。フード、はい、ペットショップに売ってるようなものではなくて、ネットで買えるような、まあ厳選して作ってあるようなものとか、肉の種類とか、はい、まあそういうのとか考えつつあげたりとかしてますね。ちなみにどういう名前、どういうフードなんですか？それはワンフーっていう、あのうさぎ肉を使ったフードなんですけど。うさぎ肉、はい、うさぎ肉って あのアミノ酸が結構豊富で、ちょ脂肪はちょっと多いんですけど、でアミノ酸が多いとその毛艶が良くなる、へっていうことでうさぎ肉をあえてあげてます。涙焼けとかも全然ないですもんね。あ、そうなんですよね。そのうさぎ肉あげてからだいぶ減りましたね。あとはカリカリだけじゃ飽きるかなと思ったのココグルメさんをあげてます。ブラッシングとかどうです？結構やります？あ、たまにですね。でも毎日はちょっとやれてないです。あ、そうなんですか、はい、すごい。でも毛並みが全然、トリマーさんが毎月綺麗にしてくれるんで、そこでもだいぶ助けてもらってトリミングもあるから定期的にブラッシングっていうか、そう、トリミングっていうか、まあ、シャンプーだけなんですよ。あ、絶対に切らないようにしてて。へー、それは切ってしまうとアロペシアっていう、ポメラニアンが良くなる病気が、病気っていうか、まあ、ちょっと毛が抜けちゃう脱毛症があるんですけど、それになるきっかけになっちゃうことが多いので、あんまり私はトリミングで切らないような育て方をしてます。それって遺伝とかではなく外的要因でもなりやすいってこと、はい、そうなんです。だから本当なる理由が分からなくて、なんかお医者さんも分からないっていう病気なんですけど、まあ、ただ別に犬に具合が悪くなったりとかそういったことは全くなくて、本当にただ毛が抜けるだけ。健康上は問題ないけど、見た目が結構その、まあ、毛がスカ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 になったりとか。そうなんです。なんか小さくて可愛い子はなりやすいらしいんですよ、うん、なぜか。小さめだなと思ったらあんまりカットしない方がいいんじゃないかなとは私は思いますね。まあ、ポメ飼う人なんて、それこそちっちゃくて可愛い子が欲しいっていう方が多いと思うんで、はい、うんうん、ポメを飼ってる人も多分参考になりますよね。そうですね、よく DM とか来ます ね。 あ、はい、そうなんですね。もともとこの子がなっちゃったんですよ、ルーちゃんが、はい、アロペシアになってしまって、うん、で結構ハゲちゃってスカスカになったんですけど、うん、今ここまで毛が生えてきたので、全然もうほんとスカスカで、もうドライヤー当てたら皮膚が見えちゃうくらいまで毛がスカスカになっちゃってたんですけど、これも薬とかサプリをあげてここまで治った感じですね。薬ってなんか抗生物質とか、はい、ホルモンの薬、ホルモンのをあげてます。サプリと薬を両方あげてます。基本的にはじゃあそういうもう対処療法みたいな形でしか治せない、はい、そうですね。それ今特化にやってる先生がいて、そこまでちょっと遠いんですけど行って薬もらってやってます。そういうのもじゃあこれからポメ買う人なんか絶対気をつけた方がいいですよね。そうですね、気をつけた方がいいと思います。最後に、はい、これからポメ買う人にポメの魅力と注意点を簡単に言っていただけたら嬉しいんですけど。そうですね、まあ、ポメの魅力で言うと、はい、一緒に寝た時に脇に入ってここに寝てくれるんですけど、まあいい抱き枕になってくれるんですよ、そう、まあ、ただちょっとね、ふかふかのところに行っちゃうとおもらししちゃうでちょっとそれだけおむつさせないといけないんですけど、うん、まあ、一緒に寝るときに本当に幸せを感じられるので、うん、本当にそれは魅力かなっていうところと、気をつけるところで言うと、もう本当やっぱ人に吠えることがやっぱりあるので、うん、そこだけ小さいうちから気をつけてしつけはしといた方がいいのかなって思います、はい、あと骨折ですね。あ、そうですよね、はい、骨折には気をつけましょうというわけで今回はポメラニアンという犬種について紹介をさせてもらいました。飼い主さんからのインタビューでポメラニアンにかかりやすい病気があるっていうところは、これからポメを飼う人もそうですし、今飼ってる方にとっても非常に参考になったんじゃないかなと思います。特に今ポメラニアンを飼ってる飼い主さんはそういったところをぜひ気をつけてあげてください。このチャンネルではこれからワンちゃんを迎える方に向けて、ワンちゃんを迎える選択肢を増やすための活動をしています。ペットショップだけじゃなくて、いいブリーダーさんからワンちゃんをお迎えすることによって、飼い主自身も正しい知識が身につけられるので、そういった活動のためにぜひ皆さんチャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。それでは良いドッグライフを。バイバイ。